皆さんどうもおはようございます。久保塚です。お久しぶりです。ちょっと前回からねまた1週間ほど時が経ち、前回の記憶あまりないんですけど、なんか相当おかしなことになってたみたいですけど、僕は元気です。今回は孫作、まあ美人薄命と言いますけどね、美人の旦那も薄命だったということで、孫作さんはこの江東平定戦、この声みんな知ってるんじゃないか、このステージ。このステージは育成でよく使うステージです。もう8万7000回ぐらいプレイしたこのステージやっていくでおまんしということで、これ何条件はね、なんかまず兵糧庫が陥落しないといけないと、味方をね、つまり周囲が死ななきゃいけないんですって。で死んだ後に龍君が兵糧庫の方に移動するんで、それまでに、兵糧庫を制圧すると。だから兵糧庫を制圧するということは、つまりなんだっけ、この学習とか理法、あ、陳期も倒さないといけないのかな、なんかよくわかんない。陳期も倒しておくか、これもね攻略によって全然違う。理法、陳期、学習を撃破って書いてあったり、兵糧庫をただ制圧するって書いてあったりするから、まあ、この辺はよくわかんないでおくんなましということなんで、まあ、臨機応変スプラッシュマウンテンでいきましょうか。うーむ、まあ俺はもういつものこれでしょ。まあ、このステージは超簡単なんで、手順さえ間違えなければまあどうにでもなると、そういう話で送んなましょうね。まあ、そんな感じで、本当はね早く正気を終わらせたいんだけど、ちょっともうトラウマになっちゃってできないという、正と強っていう字を見ると、ね、手が震えるようになってきたんで、まあどうすればいいんで送んなましょうということで、まずは炎術ぶっ殺しましょうか。感情侵略者とも、炎術殿と力を合わせ、感情を、あ、まあいいか、感情が閉まるまで、閉まるは関係ないか、炎術殺したら感情湧くから、うむ、まあ、今の発言は気にしないでください。ただの一人をちょっとあんまりまだよく分かってない、このステージ何回もやってるけどあんまりシステム分かってない、ノット把握システムということでよろしく。まあ、いつものごとくよ、把握しなくてもクリアできますというところ、そういうところをお見せしたい。 100% じゃなくても攻略できるよってところをやっぱ見せたいんですよ。その方がいいでしょ。例えばさ、なんかこうシューティングゲーム、なんだろうですか、シューティングゲームやってます、ちょっと難しいな、どうやってパターン組んでいいか分かんない、どうやってクリアしていいか分かんないって時に、まあ、例えば YouTube とかで攻略動画見るとするじゃない、ドドンパチ例えばクリアできるのにどうしたらいいんだろう。その時にもう超絶うまいさ、何ノーミスノーボブの動画なんか見せられてもどうしようもないじゃん。いやいや無理だ、それできないから。それよりも、あ、ここでミスしていいんだ、ここでボム使っていいんだっていう、割と我々レベルに付き添った攻略動画の方が心が安心するわけじゃん。なるほど、こんなにやられてもいいんだ、ここ奇数こんな使っちゃっても余裕持ってクリアできるんだっていう、そういう安心を届けたい。俺は安心パックで来たかった。もう何で逃げんねんこいつ、初めて見たこの逃げる演術。おれ、あ、ちょっとあれだけ取っときたいな。これね、孫作ってゴミなところがあって、でもね乗った状態でこれ割れないんだよね、ほら届かないのよ、終わってないこれ、ちょっと終わって、これ十分になったら届くのかな、なんだ乗せろや馬に。よしで龍君を越えて、あの橋のやつぶっ殺して、あのなんとかっていうやつも倒しましょうか。この辺のこのスマートさ、早いスマートさがね物を言う時代なんで。兵糧庫まだか、兵糧庫は時期落ちるんで、あの周囲すげえ弱いんで、ああもうそこ落ちたらもうあとちょっと、なんだこいつ、なんだこいつ、俺の思ってたやつ違う、あれ龍君どこ行ったの、え、龍君消えた、龍君いるよね、あいつの前抜かしたの見えなかったぞ、俺の視界には入らなかったあいつ、何がどうなってんだ一体、まあよくわからんが、よくわからんが、まあまあ
でこいつ倒したこいつじゃない真ん中の門番みたいなやつぶっ飛ばしたら玄関が開くんですよ。こんにちはってセコムが機能しなくなるっていう。ちょっとセキュリティがある。何なんだろう、取らせろ。よし、これでアクッション。ああ、ここ開くんだよね。ここパクリンチョって。シューしぶといな。ちょっとシュー早く消えていただいていいですかね。はい、お前何つったってんだこのとこ。よし、動かねえぞ。動かなくなっちゃった。嫌なことあったのかな、かわいそう。まあ確かにね、俺も嫌なことがあったら動かないとなる日がある。体の動かし方忘れるわけよ。やつの今その状況であるというのは、まあ、察するに固くないと。ちょっとシューしぶといっすね今回。大体早いんだけどね、すぐに。孫作よ、あとは頼むよ。お前が引き受けるってジャンクぞ、これ。いいよ、すぐエンディング頼んでるのに。バカ。さすがだな。遅いでしょ。ちょ、情緒大丈夫か。ディクソンもなんか死にかかってる。あ、死んだわ。なんとしても守る。よし。やられた。さあ行きますか。じゃあ孫作、なんせに羽ばたけ。はい、頑張ります。これでいいのかな。兵糧庫で敵を迎え撃つ。これ上から行けるよね。そうだよ、門開くし。よし、行くぜ。ゴーゴーゴー。ほら、もう6速前進よ。遅いなこれね。ゼツエってちょっと遅いんだね。確かテキロの方が速いし、あんまりね速くないんだよ。この使える馬の中ではあんま速くないっていう。で、リュウ君が来るまでに皆殺しにしたい。これチンキ倒さなきゃいけないのかな。ちょっと厳しいかな。まあシパパッといくか。チンケも倒しとくか、念のため。ほら、D ちゃん、お前じゃねえだろ。よっしゃ、取ったぜ。オッケー、行くぜ。ガッチャンじゃない方、どこ、チンケどこいんだ。こんな上でお前、遅延行為か。タッチションしてんなこいつ。壁で、どこ行った。カモン、よし。おら、立てくれ。よし、あとガッチャンだけ。あとこいつ倒したら終わりよ。オッケー、スムージーじゃない。今日もこれディスイズスムージーじゃないですか。これよ、覇王。よし、あ、よかった。こう簡単なステージがやっぱね用意されてるのはもう本当にありがたい。ちょっと待ってね、花公園だっけ前回の。あれやったらほんと頭がね痛くてね、しばらく手が痙攣してたのよ。止まらない、止まらなかった痙攣が。うれ、ぶっ殺してやるぞお前。あ、こいつもう、あ、逃げモード入ってんだ。ちょ待って、ちょ待ってくれ。逃げモード入ってるこいつ。うれ、足短いなこのおっさん。うれ、ほら、これだけで勝てんじゃん。オッケー、勝った。おいおい、根性がねえな、どいつもこいつも。やる気が感じられんのってやる気ですね。たまにはこういうエスケープの日も設けていただきたい。僕はそう思ってます。この辺で傷を癒していく。こいつ、ほっとね、終わってんのよ、なんか。まず、馬の上から、壺割れないっていう時点でもう破綻してる。この馬が強いこのゲームにおいて破綻してる。成り立ってない。うんこですね。あ、うんこですね今の。レベル20億くらい俺に。よし、おっ、やっと見慣れた、やっと見慣れた形になった。歯を
これで攻撃範囲多分伸びてるでしょ。はい、皆さんまたお会いしましょう。